脱脂肪に TV は福岡市東区の青葉レディースクリニック院長に婦人科疾患として発症率の高い子宮筋腫について詳しくお話を伺います。私らしく未来へ向かう女性を応援する脱脂肪乳 TV。 今回は福岡市東区青葉レディースクリニック院長の小松一先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。教えて先生は女性の体とこれからを考える情報誌脱脂肪乳編集長が専門家の先生にインタビューするコーナー。そして今回お世話になる先生は青葉レディースクリニック院長の小松一先生。発症率の高い疾患といわれる子宮筋腫について診断から治療まで詳しくお話を伺います。先生今回は子宮筋腫についてお話を聞かせていただきたいと思います。ちょっと分かりやすいようにここに図を用意したんですが、よろしければこれを見ながら教えていただければと思います。まず子宮筋腫っていうのはどんな状態なんでしょうか。そもそも子宮っていうのはですね、筋肉でできている組織と覚えててください。でただ骨格筋とかですね、こういう腕の筋肉みたいにこう自由にこう調節はできないので、ただし筋肉であるということで、筋肉の中にコブができた状態を子宮筋腫と言います。では先生、しこりみたいなものということですか。そうですね、もう簡単に解釈すると子宮にできたしこりを子宮筋腫と思っていただければいいと思います。自覚症状というのがあるんでしょうか。自覚症状はあります。まず子宮筋腫の場所とかによってですね、あと大きさによって症状がまず全然違います。でこの絵の中で示しますと、一応小膜下筋腫っていうこれが一番一般的な筋腫ですけど、子宮の外側にできる筋腫です。でこれはとっても大きくなりやすいです。で大体この8センチとか10センチとかですね、本当に大きな人でいうと赤ちゃんぐらいのサイズまで、そんな8センチとか10センチ、はい、で大きくなると分かります。で自分で手も触れて分かります。ただし症状が出にくいですね。だから症状がすごく出にくいけど大きくなりやすい。痛みもあるんですか。痛みはあんまりないですね。で逆に子宮の中心部に行くに従ってコブは小さいですけど症状が出やすいです。生理痛がひどくなったりとか、生理の出血の量が多くなりますね。じゃあ生理痛があるっていうことはもしかしたらその子宮筋腫のサインかもしれない。あ、そうですそうです。はい、子宮筋腫というのはどういったふうに診断されるんでしょうか。どうしても生理痛があるっていうと子宮内膜症というご病気を必ず疑います。で内膜症の中にはこのようにこう子宮に子宮筋腫というコブができたりとか、あと卵巣がですね腫れて古い血液が溜まってチョコレートみたいに見える、いわゆる卵巣チョコレート脳腫という病気もありますし、それからあとは子宮の壁全体がですね厚くなるという子宮腺筋症という病気もあります。ですからその、3つですね、子宮筋腫、それから子宮腺筋症、それから卵巣チョコレート脳腫、そういった病気がないかどうかを診断するために私たちは普通エコーの検査をしますね。エコーの検査で発見できるっていうことですが、エコー検査っていうのはいくつかこう種類があるんでしょうか。はい、エコーも含めてですね、私たちはそういうの画像診断っていうんですけど、エコーを使う場合はですね、お腹の方から見る場合と、それからどうしても婦人科の場合は子宮とか卵巣とか膣の方に近い臓器なので、膣の方からエコーの検査をするとか、あるいはやっぱり学生さんとかで性交渉をしたことがないといった若い子にはもうお尻の方ですね、お尻の穴からこう調べる検査があるんですね。それだと痛みがないので、そういったエコーで、2種類を使い分けてですね、画像診断をしていきますね。
先生、あのエコー以外でその検査をする方法というのもあるんでしょうか？もちろんあります。あのエコーの他で有名な検査といいますと CT とか MRI とかですね、画像診断で言ってですね、で実際 CT 画像で例えばお腹が痛いで内科の病院に行きました、で CT を取ったところ子宮にあの子宮筋腫が見つかりましたといった形で紹介される方もいます。そうなんですね、はい、まだそのお腹が痛いからっていうとやっぱり何かに行ったらいいか分からないっていう場合もあるんですね。一般的には生理痛に似たような痛みであればやっぱり子宮関連の病気のことが多いので、うん、あの婦人科を受診してもらった方がいいと思いますね。じゃあやっぱりこう女性の場合はお腹が痛いって言ったらまず婦人科に行くっていうのが一番いいかもしれないですね。一番いいと思いますね。あとあの治療の方にも関わってきますけど、あのエコーとか CT とか画像診断以外で言いますとやっぱり採血がとても重要になってきますね。実際に生理の量が多くて貧血になってないかどうかとか、あとそれから最初言いましたけど子宮内膜症という病気ですね、内膜症の病気の場合はあの腫瘍マーカーと言いまして CA125 っていうあの、まあ、検査項目がすごく上がっちゃうんですね。先生、あの具体的な治療方法についてなんですが、はい、どういった治療があるんでしょうか？これ実はですね、治療はすごくあの難しいです。あの治療そのものについては子宮筋腫というのはあのもう子宮にできたコブなので、もう取るという選択がまず一つあります。それからもう一つはあのお薬を使って子宮筋腫が大きくならないようにですね、でお薬っていうのは例えば低用量ピルであったり、それから生理を止める偽閉経療法というお薬とかもありますから、そういったのを使って生理を止めると。あとはそれからもうやっぱり何も しないという方で、ただまあ貧血がある方は貧血の治療をするとかですね、で、3ヶ月であったり半年ごとであったり、まあ、1年ごとであったり定期的にエコーの検査をすると、これが一般的なあの治療とかの説明になります。ところがですね、これはやっぱりあの大事な問題があるんですけど、じゃあ例えば若い方で将来妊娠を考えてて、あのそれでもじゃあ子宮筋腫をほっときますかっていう話になるんですけど、まあ絵とかで見るとよくわかるんですけど、実際子宮の形っていう中の方の形ですね、中の形っていうのはすごくこう本当はこう洋梨状っていってすごくこう綺麗なあの形をしてるんですけど、中心部にできた子宮筋腫っていうのはこういう中に飛び出てしまっていびつな形をしてしまうことが多いです。でそうなると例えば排卵してですね、ここで卵管の中で受精して、まあ、受精卵が子宮の中に来ました。でもそこでこういういびつな形が変形していると着床しないと、だからなかなか妊娠しないと、不妊症の原因にもなったりしますね。じゃあやっぱりその方のまあご年齢とか将来どういうふうにこれから子供を授かりたいとか、まあ、あのそういった希望があるかどうかっていうことも治療方法に影響するということですね。もう全然影響しますね。だからライフスタイルとか将来 その家族計画っていうんですかね、そういうのもやっぱり少し一緒になってこう考えていかないとですね、子宮筋腫はただ単に取ればいいとか、それから様子見ましょう、良性疾患だから様子見ましょうとか、そうい こう簡単なことで解決できるような病気ではないですね。例えば今は全然結婚もしてないし今子供が欲しいわけでもないからっていうことであった女性がですね、やっぱりこう素敵な出会いがあって、いざ妊娠しようと思った時にもう本当に大きな子宮筋腫がいっぱいあって、まあ、流産してしまったりとかですね。でそうした時にもう40を過ぎてしまってて、やっぱり1回1回の妊娠がですねとても貴重になってくるんですね。だから今は治療は希望しないけどいう方でもやっぱり定期的にちゃんと婦人科に受診してですね、それからやっぱ婦人科の先生と親身になってこう相談された方がいいと思いますね。
例えばその大きくなっていて手術っていうことになった場合、うん、それをこう手術して取ったからといってその後妊娠ができないということではない。タイミングっていうのあくまでも私の経験上で判断させてもらうと、はい、やっぱり筋腫を取るとですね妊娠はしやすくなります。でしかも妊娠してもですね、はい、やっぱり流産というのはしにくくなりますね。でやっぱりこう経過をこうきちんと定期的に見ていくっていうことがとても大切と、ね、とても大事ですね。手術をするってい う, こうリスクももちろんありますけど、はい、やっぱりどうしたらいいかっていうのはやっぱり相談してもらった方がいいと思いますね。先生例えば今度はこうお若い方のお話ではなくて、はい、もうある程度この妊娠出産を終えられて、はいはいはい、まあ、もう今も子育てをしてそれで子宮筋腫が残ったまんまになっているとか、うん、新たにできたっていう場合は、うん、結構手術ということがそうでもないんですか。はい、やっぱりもうすぐ閉経しそうとかですねそういった方の場合の筋腫の場合は私自身もできるだけ手術はしないで様子を見ることが多いですね。ただ大事なことは年1回ちゃんと子宮の大きさを見てそれから貧血がないかどうかとかあと採血 CH25 が異常がないかどうかとかですねそれから不正出血がないかどうかとかやっぱりこういろいろただエコーで大きさを見てそれで終わりじゃないですね。先生じゃあやっぱり何かこう違和感があるっていう時には早めに受診して早く発見していただくっていうことが大切ということですね。そうですね。子宮筋腫というのは女性の病気の中でとても多い病気です。 40% ぐらいは小さな子宮筋腫も入れてですね皆さん持ってると思います。ですから生理痛が最近ひどいなとかですねそれから生理の量が多いとかそういった方は もちろんですけどできれば婦人科の方ですね相談をしてもらった方がやっぱり嬉しいと思いますね。先生今回は子宮筋腫ということについて、詳しくお話を伺いました。またこの先生 の, そうですね、こうされているこの、はい、産婦人科のお話という、はい、この本の中にもこう詳しく私これ読んだんですけどとても分かりやすかったです。、はい、ここにも詳しく書いてありますので、ぜひ手に取って皆様もご覧ください。はい、先生今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お知らせの後は耳寄り情報です。今回ご紹介した先生の情報はこちらです。今回ご紹介した企業の情報はこちらです。ラシ購入最新号発刊しています。ぜひご覧ください。次回も未来に向かう女性に役立つホットな情報をお届けします。ラシ購入 TV をお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。